皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。今回の動画は以前から少しずつご案内をしているアラブ発祥の占いジオマンシーのシンボル一つずつを詳しく解説していくという動画になっております。それでは早速ですね、解説をしていこうと思っておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。今回は少女プエラというシンボルの解説になります。この少女というシンボルなんですけれども、2段目だけが偶数、残りすべては奇数となります。胸のあたりを強調しているような形に見えるシンボルというところから、少女という女性を表すようなシンボルになっています。そしてこの少女というシンボルなんですけれども、少女のようにこうね、ときめくような夢見る気持ち、感受性が豊かだったり、こうワクワク、楽しい、ときめくみたいなところから、嬉しいこと、楽しいこと、喜び事などを表すシンボルと言われています。そして、その今の状況が美しく華やかな状況ということも表していると思います。ですから勝負に勝つとか、そういうね、戦いに勝つみたいな、こうね、喜びということとは少し違っているので注意が必要です。こういうシンボルが出た時には、勝ち負けにこだわらずに楽しむというのがテーマになってくるということですし、これは、人とつながること、友情や人間関係において全て、OK みたいな感じのね、シンボルになっています。ですから理屈や頭で考えるのではなく、心で感じたこと、感情のまま、直感のままに目の前にあることを十分に味わって楽しんで喜ぶということをしていくのがおすすめです。ただこの少女というシンボルは幸運をもたらしてくれるシンボルではあるんですが、少女特有の気まぐれさというものをはらんでいます。ですから進学、就職などね、あとお仕事の契約とか、大きな利害が関わるような大切なことというのは、気分や直感だけで動くのではなく、しっかりとリサーチしたりっていうことも必要になりますので、その点だけはご注意してください。ここまでの話から、受動と能動で言うならば受け身の受動、そして流動と安定で言うならば安定というシンボルになります。そして、このシンボルが出た時、吉凶で言うならば吉、イエスノーで言うならばイエスのシンボルになります。そしてアドバイスや開運の鍵、開運のポイントとしてこのシンボルが出てきた時には、可愛いもの、小さいもの、綺麗なものなどが、ポイント、アドバイスになってきます。そしてなくしたものを探す時に、このシンボルが出てきた時には、家の中なら寝室、2階以上の部屋や屋根裏、作業場、屋外ならば見晴らしの良い丘などにあるということですので、参考にしてみてください。そしてこちらのシンボル、星座で言うならば天秤座、そしてエレメントで言うならば風のエレメント、そして、惑星で言うならば金星を表すと言われております。そして最後に、体の部位は右肩のあたりを表していると言われておりますので、こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。今回の動画はここまでとなります。皆様のジオマンシーの学びのご参考になれば嬉しいです。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。そしてもっとジオマンシーを学びたいという方は、概要欄から講座についてのお問い合わせなどをしていただければと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。